すぐまっすぐ。100、100。おお、溶けした。はい、タイタン、おはようございます。いや、お仕事行きましょうか。おー、おはよう、おはよう。もうないんじゃない？ご飯。はい、はい、ありがとう。まだ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 よ、まだよ、まだよ。あ、こう閉めてくれ。はい、ふらふら。はい、行くよ。これこれ、お前そこの食べよるんか。これこれこれ、おお、これこれ散らかしとるから、これこれ、もうちょっと、とりあえずそれだけ食ったら行こうか。力あるねお前ちゃん。よしよしよし、大きいね。はい、もぐもぐしようぜ。ちょっとブラシ持ってきてやろうか。つまつくなよ。そうですね、つまついてる。避ける？こっちを。おお、起きました。はい。
手前。はいはい、走れ障害見て、はい、キャップ、はい、よかったね、うん、はい、に関して言えば、その結構使ったことに対してその瞬間の反応がちょっとなさすぎるから、ない、うん、だからたまたまそれで踏み切りが合ってて、そのまま低い障害で60ぐらいまでの障害でたまたま踏み切り合ってるから、そのままなんとなく飛びましたよであれば結果オーライなんだけど、じゃあちょっと踏み切り遠くなりましたとか、あるいは馬がちょっと障害躊躇して止まろうとしますよっていうところで、でそこで脚使って障害に近づけないことも飛ばないし避けるしでしょ、うん、そこの反応がないからもうそのまま、まあ、先は言ってくれたからいいんだけどでもちょっと遠目から飛んで足もくれてかけそう、そうですね、そうそう、大飛び、そう、うん、そこをちょっとやっぱフラットワーク準備運動になってしっかり動かしとかないと、うん、レギュラーがあった時に対応できる、うん、フラットワーク大事、